大門美樹さん、はいえー、大門でございます、まあ、最後の質問で、えー、ございますし、まあ、この後全会一致で委員会が通過するということになると思いますので、まあ、今後の改正に生かしてほしいという立場で質問をしておきたいというふうに思います、えー、私の最大の問題意識はずっと申し上げているとおり今高齢者の消費者被害がですね 目の前で広がって深刻化しているという真っただ中で、なぜ今回ですね、判断力の著しく低下した消費者を守る規定が盛り込まれなかったのかという点にあります。であのずっと答弁聞いてますと、既存の枠組みを超えて骨太の議論、全体の中で考えていきたいと、繰り返し答弁されておりますが、 そんな悠長な話なのかとで、その既存の枠組みとおっしゃいますけど、それは勝手に消費者庁が作ってる枠組みではないのかと、えー、勝手に頭でっかちに考えすぎて、目の前でやれることを、なんて言いますかね、先延ばしと言っちゃは申し訳ないけれども、あのやれることまで先送りしてるんじゃないかとちょっと思うわけであります、なぜできないのかということなんですね。 検討会報告ではです、ね、具体的な方向性が出されておりまして、判断力の著しく低下した消費者が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような、えー、内容の契約をした場合は、取消権を認めると、そういう方向で考えたらどうかと、私はあのこのままですね、この,このまま、法文化したって、えー 強いて言うなら、自らの生活に著しい支障を及ぼすというところをもう少しですねえ、書き込むことはあるかも分かりませんが、別にこのまま法文化したって何が悪いのかというふうに思います、誰が困るんだと、この法文化ですね、え思うわけであります。で、消費者庁がずっとまあこの最後の議論までそうですけど、できない理由として主に挙げてきたのは2つあります。 一つは意見の隔たりがあったからまとまらなかったと。だから要するに事業者側の危惧、懸念、え反対、えー、ということだと思うんですね、要するにですね。でもう一つは消費者庁が示してきた三つの要件を満たしていないと。三つの要件を満たしていないから今回盛り込まなかったと。三つの要件というのは消費者救済に役立つこと、事業者の予見可能性、 要件がの明確性ですね、この3つの要件を満たしていないから盛り込めなかったということだというふうに、まあ、繰り返しおっしゃっているわけですね。まあ、この2点について聞いていきたいと思いますけれども、まず意見の隔たりで、えーまあ、要するにまあいろいろあると思うんですけど、事業者側の危惧反対等ですが、これはひょっとしたら田村麻美さんが言われたような悪質消費者、 クレーマーを想定して、えーえー、そ,うそういう悪質ク,クレーマーに、えー、これが使われたら困るという心配をしているのかなというふうにありますが、でもよくよく考えてみると、ですねこの判断力の著し,た著しく低下した場合の取消権ですよ、判断力のほか,ほか、全体ないですよね、この場合の取消権ですから、 なんていうんですかねあの、そもそも判断力の著しく低下したクレーマーってのは存在するのかと、どんな人なのかと、私は判断力が低下しているのに、契約してしまったので、取り消ししてくださいというのを悪用する、これ、十分判断力のある人だと思うんですね。だからちょっと想定しづらいんですよね。で 例えばある人がですね、あの生活に支障のあるような、これ、一つの,もの,さあの基準ですからね、契約をしてしまったと、あ失敗したと、で後悔して取り消ししたいと、その時に、えー、判断力がなかったふりをして、解約を申し出るというようなケースですかね、まあ、そんな度胸があるんだったら、最初からクーリングオフ使えようと思いますけど、 なんかこの想定しづらいんですね、判断力の著し,た著しく低下した場合に、えー、生活に支障がある契約の場合、取引所ができるということを悪用するようなクレーマ、ちょっと想定しづらいんですよね、で、あのー、何か過度に恐れすぎてるんではないかというふうに思うわけで、えー、ありましてで、商売やる上でクレーマというのはです、ね、これ、リスクなんですよ。 何だってあるんですよねそれはちゃんとその会社で対処すべきことで、あの政治家だってクレーマーに毎日ね、こう会ってるわけですよね、だからみんなそう,うそういうリスク対応してるわけですよね、で商売やるなら、その利益がある分、その対応すべきだということは基本にありますので、それがあるから、その高齢者で認知症とかであの、あるいは進行中の人とかで被害やってる人を救わないというのは、ちょっと話が違うというふうに私、 思うわけで、えー、ありますであの、まあ、事業者の反対といってもあの、普通の企業はあんまりこういうことはこ、この部分について言えば反対はあんまりないと思うんですよね。であの新経済連盟ですか、えー、もう大変なロビー活動されておりますけれども、あの楽天とかですね、三木谷さんとか代表のところですよねで。彼らはネット販売なんで なんかネットの世界だとこう対応しづらいんでこういうことに非常に過敏になってるのが分かりませんけれどそれだってきちっと企業が一定のリスクとして対応すべきことでそんなとほとんどレアケースのクレーマーを想定してこれは反対だというようなことはちょっと違うんじゃないかと思いますし新経済連盟の意見書が出てますけど非常に何て言いますかねもう ものすすごい極端な反対論を展開されておりますでちょっとあの高田さんの認識を聞きたいんですけど、この判断力が著しく低下している場合の取り消し権というのは、普通の企業はですねあのそういうことにもし該当した場合はね、分かりましたと、取り消しますってなるというような、そういう世界だと思うんですよね、これだけ高齢者の被害が広がっている中なんで、あまりですね、そのなんて言いますかね、えー 事業者側、事業者にこれ説得しては、あの説明すれば分かるような世界で、意見の隔たりというふうに放置することではないんじゃないかと、消費者庁が説明すれば分かるんじゃないかと思うんですが、いかがですか消費者庁、高田次長お答えいたします。 検討会報告書では取り消し権について一定の方向性が取りまとめられておりますが、方向性を取りまとめることに否定的な意見、取りまとめられた方向性に沿わない意見、具体的な要件について一致しない意見などもございました。このため、えー、検討会報告書においては、まず取りまとめられた方向性が提示され、その上でさまざまな意見について記載しているところでございます。 例えば、判断力に着目した規定については、判断力が低下した消費者が生活に著しい支障を及ぼす内容の契約を締結した場合の取り消し権という方向性が示されたものの、議論の状況に照らして一定の方向性を示すことが難しいとの意見もあったところでございます。こういったことを、これまでの公開審議において、意見の隔たりと答弁させていただいているところでございます。以上でございます。大門美樹さん。 高さんもう最後の質疑なんだけど、その同じ答弁書を読み続けますだったらもうあのやめて、政治家同士大臣と議論したいというふうに思います。で、あのこの前、参考人質疑あったんですけどね、一番大事なのは、高齢者を念頭にどう守れるかと、えー、一番考えるべきことでありまして、まあ、具体的にこの言いますとです、ね、明確な定義、事業者の予見可能性ってあるんで、 明確な定義にし,たし,してくれと、えー、何をやっちゃいけないのか、示してくれというのは事業者側は、ね、よく言うんですけれども、それをやりすぎますと、えー、かえってですね、あの普通の事業者じゃなくって、アクシデント事業者はその隙間をつきます、そんなことは今までずっとあったことだし、具体的にすればするほど立証がしにくくなります、なります。ですから現場で使えない規定になると、そんな規定をどん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 こうやって作っていってるわけですね。でそういういんじゃなくってもっと汎用性のある規定 包括的な受け皿規定にしてほしいというのがそもそもの現場の希望でございました。であの相談センターのこの前ちょっと言ったんですけど、具体例でいきますとですね、相談がこう来るわけですね。で、この判断力が一時数低下している場合はほとんど家族からです。ご本人はいいと思ってわからないでずっと契約し続けると、で家族が気づいて、えー、あの事業者に直接連絡する場合もあれば、えー、消費生活相談に。 持ち込む場合もあるわけですねでその段階であの相談員の方々は、ああそうですかって簡単に聞かないで、事実確認をいたします、ちゃんと、その方がどれだけ判断力が低下しているかとか、ですね認知症なのか、あるいは進行中なのか、ですねでどれぐらいの契約をやったのか、全部事実確認をいたします、でその上で、えー、相談センターの相談員の方が、あのー、その事業者に連絡をすると。 そうすると、相談センターから電話がかかってきただけで、普通の事業者は、すいませんでした、そこまで気がつきませんでしたってことで、解約に応じると、これはほとんどそういう場合ですね、が多いんです。ところが、応じないと、知らなかったんだと、言ってやる、そういう連中がいるということなんですね。それが一番問題だということになるわけでありまして、そういうふうに考えますと、結局はですね、しかし、その相談件数が多いと、 え消費者相談センターもあるいは弁護士さんが入ったりして、ううやり合うと、もうその時点で悪質事業者は諦める場合もありますが、最後まであのあけあの争うといった場合は、やっぱり裁判やってですねやると、これは大体こう今までそうなっていて、別にそれを、裁判やらない制度を作ろうなんてことを考える必要ないんですよね、消費者問題ってみんなそうやってきたんですよ、何十年と。 いうことなんですねしたがって、あまりその明確な、えー、こう明確に定義できないからだめだと、そんなことやってるとかえって、ですね、えー、救えないというようなことになるわけでありまして、これはあの、は、まあ、一定の、一定のこうバクっとしすぎちゃだめなんですけど、一定のところで汎用性を持つような規定にしなきゃいけないと。でそれが この前の参考にと疑でも、消費者生活相談員の代表、増田さんもおっしゃってましたけどね、その通りだとおっしゃってましたけど、それが現場の希望なんですよね、大臣、そ,その点あの、現場が何を求めているかという点では、汎用性のある、いろいろ使える、え戦える、そういう規定だという認識を、まああの、この後持っていただきたい、その答弁書なんかいいですよ、あの大臣のお考えを聞きたいと思います。 若宮内閣府特命担当大臣あの今回のこの検討会におきましてはです、ね、これは事業者側からの要件の明確性を求める意見が出されたほか、この最高裁の方からです、ね、取消し権にかか限らず、この裁判期間については、解釈がまちまちにならないように、要件や効果を明確にしてい,ていただきたいと。 こういった意見が述べられ、報告書におきましても、解釈がまちまちにならないような規定の明確性にも留意する必要があるというような取りまとめがなされたところというふうに聞いております。あの今、委員のお話をちょっとあの質問を伺ってまして、あの委員におかれては本当にあのこの消費者問題、大変ご造形深く、あの本当にまさにライフワークとしてお取り組みをされていることに、本当にあの敬意を表しているところでもございますし、また今、今日ご指摘いただいた点につきましてもです、ね、あの私自身もあのまだまだこれから詰めていかなければ ばいけなポイントというのもあろうかと思っております、そういった点で今後、やはり今後の課題として、さまざまな課題、これは骨太の議論という形で取りまとめた言い方の表現になってはございますけれども、足らざるところもあろうかと思いますが、なかなか現段階では、やはりその相互の時間も要してまいりますので、できるところからずいずい詰めていくということが必要なんではないかなというふうにも思っているところでもございます、委員のご指摘も踏まえながら、しっかりと前向きに取り組んでまいりたいと思っております。 大門美希さん今、その最高裁の話ですけど、最高裁が言ってるのは、その何の規定もないのは困りますよと、<laughs> 最高裁だって分かってるんですよ、そ,のそんな細かいですね手取り足取り、詳細にね、この時この時なんてね、ねそれやって最高裁いらないんですよ、逆に言うと、最高裁の判断までいらないですよね、そういうこと言ってるんじゃないんで、その余いな公弁書、をつまらない話に戻さないでもらえますかね、それで、あのー、そういう点でいきますと、消費者庁はですね、 え言ってきたあの先ほど言った3つの要件ですよね。で、この3つの要件そのものが、あのー、違うんじゃないかと私は思ってるんですね。実はあの消,費者消費者契約法のこの歴史というのは、ちょっと時間がないんで、全部しゃべりませんけれど要するにですね、あの2000年に制定されて、民法の、 特別ルールとして、包括的な民事ルール、包括的な、一個一個この場合、あの場合を示せなんてことじゃないんですよ、最初からね、包括的な民事ルール、ルールだから一定のものは示さなきゃいけませんが、そういうことでえ作られてきたわけなんですけれど、先ほどのですねあの消費者庁が繰り返し言っている3つの要件、消費者 給産に役立つこれはまあ当たり前ですよね、事業者の予見可能性、え要件の明確性、これをなんかもう、どこかでもううオーソライズされたことのように言ってますけれど、これ一体どこで誰が決めた要件なんですか。ちょっと高高田田さん次長 予見可能性につきましてはあの、平成28年改正及び平成30年改正に先立つ消費者委員会の専門調査会報告書で、事業者の予見可能性を担保する必要がある旨を指摘されております。今回の検,検討会報告書においても、例えば事業者の判断力に着目した規定の方向性の中で、事業者の予見可能性を確保することが必要である旨が説明、指摘されております。 であの要,要件の明確性につきましては、あの昨年のあ先ほどの,あの大臣の答弁にもございました、えー、最高裁の、えー、意見、それから報告書において、えー、解釈がまちまちにならないような規定の明確性にも優意する必要があるとの取りまとめといったところでございます大門美岸さん。ですから、それはですね一般論なんですよ、当たり前でしょ、何もなきゃ事業者は予見できませんよね、<laughs> 当たり前のことなんですよ。それと 事業者が今ね、この間言ってるように、一個一個いちいち決めてもらわないと、何がやっていいのかわからないみたいな議論とはまた別なんですよ、別なんですよ、ところが消費者庁はそれ言われて、一個一個なんかやっちゃいけないことを一個一個示さなきゃいけないみたいにね、予見可能性を非常になんて言いますね、事業者側の主張通り、答えようとしていると。しかし、本来の消費者契約法は、 包括的な民事ルールですから、そんなものをやろうという世界ではなかったのを、現場で消費者庁がそうしているということなんですね、で要件の明確性もどこまで明確かは問われてるはおりますけれど、そんな細かいです、ね、個別具体的にあれやっちゃいけない、この場合のこのやっちゃいけない、あの困惑だってそうですけど、連絡の取り方、えー、外部と連絡取る、電話ならいいのか、LINE ならだめなのか。 そんな話をね、そんなことをね、あの決めていくことを消費者契約,契約法は求めてないんですよ、ところはどん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 そういう方向に行ってるってことが、今回、結局ですね、この判断力の著しく低下,まで低下した人まで少ない,少ないところの、ドツボにはまり込んでるようなね、消費者庁にもうなり果ててると私は率直に言って思うんで、ちょっと頭切り替えなきゃいけないと思うんですね。 それなしにですから、さっき言ったように、消費者庁が自ら自分でえ枠組みを作っちゃって、枠組みを超えなきゃ骨太の議論って勝手にやってるんですよ、一人芝居で言うんですよ。自分たちが作ってる枠組みをまずあの改めてやれるんですから、今の、なかなかこれから何年でも議論しなくたってやれるんですから、そういうことをちゃんとやらないとですね。 あの目の前で今、もう大変な被害が広がっている人たちを救えないと思うんですよね。で、そういう点であの、一般的にいろんな議論をするってことは否定しませんけれど、大臣、一言ですね、最後伺いたいのは、やっぱり、えー、先ほどもありましたけど、すべののてその議論待ちじゃなくって、目の前で今、被害を遭っている、えー、特に高齢者の方々、救う手だては、それとは別にと言いますか、すぐ何ができるかってことは、それはそれで、 お考えいただきたいと思うんですがいかがでしょうか若宮大臣 あの今、委員からもお話しいただきましたり、あのその高齢者の方々を中心、まあ、としてた、また特にあの認知症等であのお困りの方々もいらっしゃるかと思います、この判断力が低下した方々を含めて、さまざまな課題があろうかと思います。あの現状、例えばおそらく今日今、この瞬間にもあの、何かしらお困りの悩み事で抱えていらっしゃる方で、えー、相談ができてない方もいらっしゃるかもしれません。基本的にははこののののあるべきき姿とというのは、えー、消費者の皆様方がきちっと保護 されて悪徳業者の罠にかかったりあるいは騙されたりしないように、で正規の形でいろんな取引がやはり事業者も、あるいはその買い物をする消費者の側も、あのきちっとしたあの対等な立場での取引が成立するということが望ましい形だというふうに私も思っております。さまざまな乗り越えなきゃいけない壁はあろうかと思います。それからまたあのいろんな立場の方々の立場で、えー、そのやはり、えー、ご自分の、先ほどあ,のあ,のあ,のある団体のお話もされておられましたけれども、ご意見もあろうかと思いますが、 多くの、できるかり多くの方々のお立場の意向、意見を集約をさせていただき、できるところから一歩ずつ前に進んでいきたい、基本的にあるのは消費者の皆様方が健全に安全で安心な取引ができる状態をきちっと作り上げていくだと、これに私は尽きると思ってておりりまますす全力を尽くして頑張りたいいと思います大門美吉さん。終わりりまますありがとうございました